愛農学園農業高等学校は、三重県伊賀市にある私立の全寮制農業高等学校。独立の農業高校としては日本で唯一の私立高校である。設置主体は、学校法人愛農学園であり、社団法人全国愛農会を母体とする。キリスト教学校教育同盟加盟校。教育方針、神を愛し、人を愛し、土を愛する精神を養う。 見学の精神、何時の農場をもって、神の栄光を表せ。1学年25人以下の少人数教育制を取り、学生数は3学年合計63人と、学生数が日本最小の農業高校でもある。職員やその家族を含めると、約100人が10ヘクタール程度の敷地で暮らしている。主に公式サイト、歴史校による、 一年生で農業の基礎を学び、二年進級前に6、部門から専門を決める。選択肢は、作物、野菜、果樹、落農、養鶏、養豚である。鳥は約1500羽、豚は約100頭を飼育している。野菜部は6 0ルの畑と6 5アールのビニールハウスを、果樹部は5 2ルの果樹園を使う。敷地外には園周林のほか、 水田もあり、藍が物法を実践している。かつては生産効率を重視していたが、1972年から勇気無農薬栽培に切り替えた。藍のーナチュラルポークというブランド豚肉として加工、販売する豚も、抗成物質やホルモン剤は投与しない。その他の特色、ありがとうございます。